Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. 今日はですね、マクロン大統領のスピーチを使って、フランス語の命令法について、勉強したいと思います。先日の3月17日、フランスのマクロン大統領が最低2週間にわたる外出禁止令を出しました。その時のスピーチの中にですね、たくさんの命令法が使われています。命令法と言いましても、単に強く何々しろという命令をするだけではなくてですね、要求ですとか勧告、何々してください、願望など、いろんなまあレベルがあるわけですね。命令法もそのいろいろな言い方によって要求になったり、勧告になったり、願望になったり、いろんな使い分けができますので、スピーチを聞いてみてください。まずですね、この命令法の活用の形を見ていきたいと思います。命令法を使う場合には、まず3つの、認証で使うことができます。中の時に、使う場合、これはですね、君に対して、この命令法を使う場合はですね、形はエクッという形になりますね。で、意味は聞けとか聞いてというふうな感じになります。次、私たち、ぬの認証で、命令法を使う場合、形はですね、エクトンという形になります。で、意味としては、聞こうとか、聞きましょうとかいう感じですね。英語のレッツ何々に当たります。で、もう一つ、ぶ、あなた。これは、君よりも丁寧な言い方ですね。あなた。もしくは、君が、複数形いる、複数いる場合の君たち、もしくは、あなたが複数いる場合、あなたたち。という、意味で、このブという認証を使うんですが、このブの認証で使う場合、形はエクテというふうになります。で、意味としては、聞いてくださいとか、まあ、言い方によっては聞きなさいという意味になる場合もあります。で、活用を見ますと、普通の直接法現在形の形とほぼ一緒。このヌーとブーに関しては一緒ですね。ヌゼクトン、ブゼクテというふうに、現在形、直接法現在形と活用の形は同じです。ただこの中ですね。中の場合、直接法現在形の場合は、中エクッと最後にこれ S がつくんですね。ところが、この命令法の場合は、S はつきません。エクッ、中に対して、使う命令形は、これ、S はつきませんので、注意をしてください。それではですね、マクロン大統領の演説を、ところどころ切り取ったので、それを聞いてみてください。Je vous le redis avec force ce soir.Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. はい。まず最初の部分なんですけども、このフレーズの中の、命令法は、ここですね。Respectons、この元の動詞は、respecter ですね。原形。不定詞は respecter、これは尊敬するとか、尊重するとか、守るという意味の動詞ですね。で、respectonsles gestes barrières. この、les gestes barrières というのは、gestes というのは、まあ、ジェスチャーと一緒で、行動という意味ですね。振る舞い、行動という意味。で、barrières というのは、バリア、柵とか障害という意味なんですが、ここでは、規制という意味で使っていると思います。なので、この行動規制というものを守りましょう。というふうに言っていますね。レスペクトンというのは一人称、複数形、ぬに、ぬの形の命令法です。なので、何々しましょうという勧告ですかね。もう一つ、レスペクトン、レコンシーニュサニテール。はい、このレコンシーニュというのは指示ですね。で、サニテールなので、これは衛生という意味なので、衛生に関する指示を守りましょう。というふうに言っています。今晩、皆さんにもう一度強く申します。行動規制、衛生に関する指示を守りましょう。Sans signe grave, contactons notre médecin traitant. N'appelons le SAMU et ne nous rendons à l'hôpital qu'en cas de forte fièvre
de difficulté à respirer. はい、次のフレーズですけれども、まず命令法はここですね。コンタクトノトメッサン、トレタン。はい、コンタクテ、これは連絡するという意味ですね。それの一人称複数形、ヌに対する命令法です。なので、ノトメッサン、トレタンというのは、メッサン、トレタンというのは主治医ですね。いつも、かかっている行きつけのお医者さんという意味です。もし、重症の兆しがない場合には、サンっていうのは何々なしにという意味なので、シーニュというのはサインですね、兆し。グラーブというのは重大なという意味なので、もし重大な兆し、つまり重症の兆しがない場合には、コンタクトのメッサン、トレタン、我々の主治医に連絡をしましょう。で、その次、ナプロン・ル・サミュ、Et nous nous rendons à l'hôpital que となってますね。で、このぬ、く、こちらもぬ、くなんですけれども、これは何々、したときにだけ何々しましょうという、意味です。なので、何をしたときのみかっていうのはこのくの後を見ればわかりますが、en cas de forte fièvre。まずはこの、fièvre、高い熱。の場合だけ。で、もう一つですね。En cas de difficulté à respirer。これ、respirer っていうのは、呼吸をするという意味なので、呼吸をするのが困難な場合のみ救急車を呼びましょう。そして、ne rendons à l'hôpital。この、se rendre、動詞はですね、これ、se rendre という動詞なんですけれども、これはどこどこへ行くという意味になります。なので、これで病院に、アルピタルなので、病院に行くという意味ですね。この高熱がある場合と、呼吸するのが困難な場合にのみ、救急車を呼びましょう。そして、病院に行きましょう。それ以外は、呼ばないでください。病院に行かないでください。というふうに、ここも、勧告を命令法を使って勧告をしているわけです。Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. はい、次のフレーズなんですけれども、ここでまず最初の命令法、occupez-vous des proches。このですね、s'occuper de 何々というのは、何々の世話をするという意味なので、occupez-vous des proches、これ命令法になるとですね、ここの、すの部分が、統治が起こって、occupez-vous というふうに、形になります。で、des proches というのは、親しい人ですね。まあ、親戚とか家族とか、友達とか。この場合は、qui sont dans votre appartement ということなので、あなたのアパートに住んでる、親しい人、まあ、つまり家族ということですけどね。家族の、まあ、お世話をしましょう。この命令法は、あなた、二人称、複数形、に対する、ここは命令法になっていますね。ですので、あなたの、アパート、もしくは、家に一緒にいる、親しい人のお世話をしてくださいというふうに、まあ、柔らかに、お願いをしているわけです。ドネデヌベル、これはドネっていうのは与えるという意味の動詞なので、これも、二人称複数形の何々してくださいという意味の命令形になってますね。で、ヌベルというのはニュース、近況という意味なので、その親しい人に、あなたの、ま、近況を、どうかお話ししてくださいということですね。皆さんだから2週間の間、家から出られないので、そういうこういうチャンス、せっかくのチャンスなので、一緒にいる人に今の近況を、ま、話してください。で、次に、コネでヌベル。で、もしくは、プンドル。コネっていうのはプンドル。取る、掴むという、動詞の、これも、二人称複数形の命令法なので、その親しい人の、近況を、取るって意味ですけれども、まあ、聞いてくださいという意味ですね、ここでは。で、リーゼ。これはリー、
読むという動詞の、これも、二人称複数形の命令法なので、読書をしてください。言ってますね。その後、retrouver。この retrouver というのは、まあ、見つけるという意味の動詞の、これも、二人称複数形の、命令形なので、見つけてください。何を見つけるのか。まあ、ここでは、思い出してくださいという、意味で使っているんですけれども、retrouver aussi ce sens de l'essentiel。はい。l'essentiel というのは、essential、重要なことですね。この重要なことの、意義、sens というのは、まあ、意味とか意義ですね。そういう、重要なことの意義も、思い出してみてくださいというふうに言っています。この重要なことっていうのはどういうことかというと、一緒に住んでる親しい家族の、お世話をしたり、その人の、近況を聞いてみたり、その人に対して自分の近況を話してみたり、そういうことを普段、忙しい普段の日常生活ではなかなかできないので、こういう機会を使って、こういうエッセンシャルなこと、最も重要なね、人間として最も、まあ、重要な、家族との関わりということを、という意義を思い出してみてくださいというふうに、この命令形、二人称複数形の命令法で言っているわけです。Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences.Et beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. この、まず、beaucoup de choses、たくさんのことですね。どんなたくさんのことなのかというと、que の関係代名詞でかかっている後のことなんですけれども、que nous pensions impossibles、我々が impossible、不可能だと思っていたこと、ずっと思っていたこと。これは penser の半過去ですね。pension。我々が不可能だと思っていた多くのことが advenir。これ advienne っていうのは advenir という動詞ですね。起こる、突然起こるとかいう意味です。なので、思いもよらなかった多くのことが起こっています。で、nous ne laissons pas impressionner。またこれも、三人称、単数形の、命令法になっていますね。何々、しないでおこうというふうに言ってるわけです。で、この、ぬ、レッソン。これは、す、レッセという動詞なんですけれども、す、レッセプラス、動詞の不定詞。ここは、インプレッショネという、驚かすという意味の、動詞が来てるんですけれども、こういう形は何々されるままになるという意味ですね。なので、ここにヌートパーがついているので、アンプレッションに驚かされるままでいてはいけません。驚かされるままではいないようにしましょうというふうに、命令法を使って言ってるわけですね。で、何に驚かされるかっていうのはもちろんコロナウイルスですね。ウイルスに驚かされてばっかりではいけません。agissons avec force。この agissez という動詞はですね、行動するという意味なので、行動をしましょう。avec force。force っていうのは、力なので、力を持って、つまり力強く、行動を起こしましょう。行動しましょうと言ってるわけですね。で、mais、retenons cela. この retenir というのは、引き止めるという動詞ですね。で、ここではですね、記憶に留めるという意味で使っています。で、何を、覚えておきましょうと言っているのかというと、それは次の文章なんですけれども、ここのフレーズではですね、命令法は使われていないんですが、面白い、未来形を使っているので、ちょっと見てみたいと思います。で、何を覚えておこうと言っているのかというと、le jour d'après, quand nous aurons gagné。はい。ここはですね、今回のテーマである命令法は使っていないので、ちょっと簡単に流しますけれども、前未来という形を
使っているんですね。で、この前未来というのは、ここに書いてあるように、未来のある時期を基準にして、それ以前に完了しているべき事実を述べるときに使う時制なんです。で、皆さん複合過去は覚えていらっしゃいますでしょうか？いわゆる普通の過去形のことですよね。で、どうやって作るかというと、それは avoir プラス動詞の過去分詞という形で作るんでした。で、まあ動詞によっては avoir ではなく être プラス過去分詞になる場合もありますけれども、まあ多くの場合は、複合過去を作るときは avoir プラス動詞の過去分詞という形で、作りました。で、ここを見ていただきたいんですけれども、ここの、これも avoir ですよね。で、avoir なんですけれども、ここが、現在形ではなくて、単純未来形になっているんですね。で、もしここが、例えば、quand nous avons gagné となっていたら、我々が、gagné というのは勝利するという意味、勝つという意味なので、我々が勝利した時というふうな、複合過去。もしここが、nous avons であれば、複合過去で、過去形の意味になるんですけれども、ここはですね、avoir の単純未来形になってるんですね。なので、複合過去と未来形がミックスしたような形です。前未来というのは。で、どういう意味になるかというと、我々が勝利した日、した日と言ってますけど、これは未来のですね。未来の我々が勝利、する日と言ったらいいかな。うん。なので、これはもう勝利するという事実を、将来には勝利するという事実として、ここで、表現しているわけです。で、le jour d'après、これは後の日。何の後かというと、もちろん、コロナが収束した後の日ですよね。で、le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas en retour au jour d'avant. その後、我々が、勝利したとき、ウイルスに勝利したとき、それは以前の日々への後戻りではありません。これは、ここは単純未来ですね。これ、すがというのは、être の単純未来形なんですが、それはもう、以前の日々への後戻りではないというふうに言ってるんですね。で、nous serons plus forts moralement。はい、ここも、être の単純未来形ですね。nous serons。で、我々は精神的により強くなっているのです。で、nous aurons appris。はい、ここもさっきと同じ、これは前未来形ですね。これは avoir appris、なんですが、この avoir がですね、単純未来形になっています。なので、我々がその時に学んだはずである。学んだはずであるって言ってるのは、過去形ではなくて、その未来にね、その時に学んでいるはずであるというふうに言っています。つまりですね、今ここ我々がここにいて、コロナウイルスとも戦ってるわけですよね。で、まあ、未来を見れば、またコロナのない世界にまたみんなが暮らし始めるわけです。で、その未来のちょっと前にですね、ここでみんなが、nous aurons gagné、かつ、勝利する日というのがあるわけですね。この未来のちょっと前に。で、ここも nous aurons appris。で、この未来のコロナのない日のちょっと前にですね、ここでもみんな、学んでいるわけで、je serai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences。はい。そして私自身もあなた方と一緒にそこからすべての結果を導き出すことを学んでいるでしょう。すべての結果をというふうに、言っている。このtirerというのはですね、引き出すとか、得るとかいう意味なんですけど、まあ、ここでは、まあ、導き出すという意味で使ってるかと思います。ですので、この、toutes les conséquences というのは、すべての結果ですね。すべての結果を、導き出すことを知っているでしょう。まあ、学んでいるでしょうとしてもいいかな。なので、そこから、そこからっていうのは、この、on なんですけど、まあ、コロナの、今のいろんな騒ぎから、すべての結果を導き出すことを、私もあなた方と一緒に学んでいるでしょう。すべての結果を
というふうに言ってるわけですね。で、ここで全ての結果を、toutes les conséquences というのは、2回、繰り返していて、まあ、なんか2回目はちょっと点点点という感じで終わってるんですけれども、まあ、マクロン大統領自身も一体将来どんな結果が待っているのか、まあ、わからないというちょっと不安な様子もここから、見て取れると思います。もちろんですね、人々の意識が変わって良い方向に、社会が変化するでしょう。まあ、けれども同時に、経済的なダメージも大きいはずです。なのでこの toutes les conséquences っていうのにはもう、もうコロナ後のすべてのまあ結果が詰まっているわけですね。Y sommes-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République! Vive la France! はい、最後の部分なんですけれども、Y sommes-nous, individuellement et collectivement. まずこの、Y sommes-nous、このす、いせという、動詞はですね、這い上がるとかよじ登るという意味の動詞です。それの、一人称複数形、ぬの、命令法になっていますね。なので、何々しましょう。這い上がりましょう。よじ登りましょう。アンディビジュエルも一人一人が。そして、コレクティフもみんなが。で、à l'auteur du moment。はい。このアロテルというのは、高さという意味なんですけれども、今の、まあ、高さ、つまり、まあ、今の、まあ、困難という意味ですかね、意味ですね。この困難に一人一人が、そしてみんなでよじ登りましょう、這い上がりましょう、つまり、まあ、立ち向かいましょうというふうに、呼びかけているわけですね。この、一人称複数形の、命令法を使って、呼びかけているわけです。で、je sais, mes chers compatriotes.私には分かっています。親愛なる同郷の皆さん。はい。これは、大統領がいつも国民のみんなに呼びかけるときに、このシアクコンパトリオットという言葉を使いますね。何を分かっているのかというと、pouvoir compter sur vous。compter sur vous というのは、誰々を頼りにするという意味。なので、この場合、vous なので、フランスの人々。を頼りにできることを、pouvoir というのは、できるという動詞なので、皆さんを頼りにできることを私は、知っています。分かっています。ということを言っているわけですね。つまり、この、マクロン大統領がみんなに最低2週間、外に出ないでくださいというふうに、お願いをしたんですけど、それを、みんながきちんと守るということを頼りにできることを私は知っています。というふうに言ってます。で、最後の、これは締めのお決まりの、スピーチのお決まりの言葉ですね。Vive la République, vive la France。共和国万歳、フランス万歳という、言葉で、締めています。このようにですね、マクロン大統領は、一人称複数形の、命令法を使って、一緒に何々しましょう、一緒に何々しようではありませんか、というふうに国民に、呼びかけています。例えば、respectons les consignes sanitaires. 衛生に関する指示を守りましょうというふうにスピーチで言っているわけですね。それに対してですね、国務省の、クリストフ・カスタネア大臣なんかは、二人称複数形でもう少し強く、命令をしています。Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. はい。Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. はい。指示は明らかです。家にいるように、このように、レステというふうに、命令を国民に対して、しているわけです。はい、以上がマクロン大統領のスピーチで学ぶ命令法でした。Merci beaucoup et à très bientôt!